こんにちは、翔太です。今回なんですけど、スサノオをですね、取っていこうかなと思ったんですけど、ちょっとやめにします。やめにしますっていうのは、今日取るのはやめにして、明日ですね、取ろうかなというふうに思っています。その理由としてはですね、今次回反響が来ているというところがあって、次回反響でなるべく原本を消費したいっていうところと、あとはですね、こちらですね、段階報酬があると思うんですけど、やっぱりですね、1万原本を使うと、キザの水引き5手に入ると。で、2万原本使うと、さらに5手に入ると。で、3万原本使うと10、5万原本使うと、さらに10、で、7万原本まで使うとですね、合計水引きが20個手に入るっていう風なガチャになっています。で、私ですね、今8万原本ぐらいあるんで、7万原本を使用するとですね、水引きが50個手に入ると。で、7万原本ってだいたい230連、になっていて、そこからですね、加えて50キロの水引きが増えると、137という風になるので、合計400連分ぐらいですね、一応持っているので、引っ取ること自体はできるのかなという風に思っているんですけど、そうするとですね、原本も水引きもすっからかんの状態になる可能性っていうのが高くてですね、ちょっと願い返し、明日願い返しあるんで、3万原本は残しておきたいなというふうに考えると、5万原本分しか引くことができないんですね。5万1000原本だとして170連ですね、しか回すことができなくて、5万原本だと30個しか水引き取ることができないので、ちょっと多めに見積もっても30連分ですね、プラス。なんで合計すると300連分ぐらいしかですね、今私、スサノオにかけられるですね、ガチャ回数っていうのがなくて、300だと、取ることができることもあるとは思うんですけど、なかなか難しいかなというふうに思っていて、ちょっと私、追加で1万円とか課金する気はあんまりないので、ちょっと今はやめておこうかなというふうに思っています。明日取ります。取るのは嘘じゃなくて、取るんですけど、ちょっと取るのは明日にずらそうかなと思います。ちょっと今はですね、一回冷静になって、ちょっと今取ることはできるんですけど、今取るとですね、願い返しができなくなってしまうので、皆さんもですね、一回冷静になってもらうのがいいのかなというふうに思います。で、このキャラクターですね、やっぱり弓ショーパーじゃないときついんじゃないかって思われる方非常に多いんじゃないかなと思います。私もですね、そう思うところはあるんですけど、別にですね、弓ショーパである必要はないかなというふうに思っていて、いや、弓ショーパの方がいいですよ。それは間違いないんですけど、私ですね、結構ですね、レベルとしてはですね、結構頑張って上げているような、ところにはなるんですけど、レベルが高いとですね、レベル差補正でですね、対人においてもですね、レベルの低い方からの攻撃っていうのは回避しやすいであったり、こちら側の攻撃は当てやすいとか、そういったですね、特徴があるんですが、このキャラクターですね、自身の残影が解除されないっていうのは最近のですね、弓章だとよくあるのかなというふうに思うんですけど、それだけじゃなくてですね、味方の残影も、解除できなくするというふうなところが、かなり特徴的かなと思います。これ初めてですよね。で、残影なんですけど、これですね、1ターンより、2ターン以上ですね、の残りターン数だったら解除されないというところになりますんで、私がやりたいこととしてはですね、重宝です。重宝ですね、あのキャラクター、UR 線は持ってないんですけど、UR の状態でもですね、味方全員に3ターンの緑バフの残影を付与することができるというところになっておりまして、このキャラクターが生きている間はですね、少なくとも3ターン目と2ターン目の2ターンの間ですね、っていうのは残影が解除されない状態になりますので、武将とか防止もですね、残影で攻撃を回避しやすいような状況っていうのを作り出すことができるんじゃないかなというふうに思っています。必中キャラクターっていうのはですね、結構いるんですけど、ただ全員が全員必中キャラクターっていうわけではないので、言うても必中キャラクターって一部のキャラクター、オーディーンとか、アマテラスとか、なんか一部のキャラクターだけになりますので、それ以外の攻撃を回避できる可能性が増えるっていうのはですね、私の対人戦においてですね、結構プラスに働いてくれるんじゃないかなという気持ちがあって、私は取ろうかなというふうに思っています。もちろんですね、このキャラクター他の弓将がいることによってですね、いろんなシナジーがあります。一つ目のシナジーとしてはですね、
まあ、ここになるのか、まあ、出陣時になりますけど4ターンの間自身と最大攻撃力が最も低い弓将味方3名、まあ、最大攻撃力が最も低いって微妙かなって思うところありますけど、弓将がですね、まあ、このキャラクター以外に弓将3名ってもうそれ6名中4名弓将っていう状況なんで、そんな状況なかなか作り出す人はいないかなと思うので、まあ、十分かなと思います。まあ、あえて主将を弓将にしてみるっていうのも、まあ、生き残っていればですけど面白いの、あ、いや生き残ってなくていいのか、出陣時なんでありだな。あえて主将を弓将にすることで残影聖護を付与することができるのか、まあ、しかも天田村雲も付与することができる。あ、あり、ちょっとやってみようかな、ちょっとやってみるかもしれないですそれで1名確保できますもんね。まあ、私の場合はちょっと使っている弓将が結構古くて、まあ、リコは持っているけどまだもう花嫁か待ちの状態で、まあ、あとはケイト、ももちタンバを使っていて、それからはですね特に弓将っていうのを取ってくることはなかったんですけど、まあちょっとケイもももちも使うのはきついんで、ケイ抜いてこのキャラクターいいんかなと思っているんですが、弓将としては主将と、あと各挙兵もいるな、各挙兵ちょっと使ってみようかなちょっとなんか弓将パクんでみたくなったような感じもあるんですけど、いや各挙兵は今更ないか、まあ、ちょっと悩みますね。弓将が多ければ多いほどもちろんこの残影っていうのも付与できますし、まあ、天の村雲でいいような気はするけど、もですね付与することができるんで、まあ無条件でですね、致命ダメージ無視が1回つく、まあ主将にこれつくだけでも結構ありなんじゃないかなと思いますし、まあしかも夢中と神器に入ることができるようになるんで、夢中いらんか夢中入ってもあんまり嬉しくないような気がしてきた。ちょっと主将は要検討ですけど、今までですね、神器を付与してこなかったキャラクターにですね、弓将限定にはなりますけど神器を付与することができる、まあ、しかも夢中に入ることができるので、まあ、耐久性の低いですね弓将っていうのもですね夢中で隠すことができるっていうところがありますので、まあ、個人的にはかなりありかなと思っています。別にこれ弓将いなくても自分自身にもですねこの残影っていうのは貼ることができますし、雨の村雲も貼ることができますよね。これは自身って書いてないんですね。まあ、ただ、弓将が3名以下の場合はですね、自分もですね、弓将、最大攻撃力が最も低い弓将味方3名になるかなと思うので、そっか。だから3回しか復活ないと思ってたけど、実質4回あるのか。なるほどね。そういう意味では結構いいですね。で、しかもメッセ、私ちょっとメッセ使ったことなくてですね、ちょっと楽しみにしているんですけど、クリティカル限定の 65% ダメージカットですね、っていうのをつけることができるようになっているので、ちょっとこのキャラクター自身の耐久性っていうのは、残影がフルでいったら 70% と 65% ダメージカットと 65% ダメージカットなんで、強いか。強いような気がしてきましたね。っていう風な状況になりますので、個人的にはかなり強いキャラクターとしてはやってきてくれたかなと思います。ただやっぱり弓ショーパー組んでない人からすると、このキャラクター取って何になるんだっていうところにですね、なるかなという風には思いますので、そこはですね、気をつけてください。また暴走性を自分に付与しちゃいますもんね。ちょっと私のパーティーの組み方がだいぶ変わってくるな、これ。暴走聖護で、攻撃力 80% とはいえ上がりますし、敏捷値も 50% 上がりますしね、ちょっとこれが無条件で暴走聖護増え、それはやばいな、それはちょっとやばすぎますね。これちょっと次回反響ですね、暴走キャラクター、ニビアンが明日来るんで、どうせ来るんですけど、ただニビアンなしで暴走付与できるってことを考えるとかなりありかなというふうに思っているんで、結構楽しみですね。火力としてもですね、ダメージ倍とかもどっかにありましたよね。残り HP が 50% で高いとダメージが倍とかもあるので、火力としても申し分ないですし、敵を麻痺罪悪で足止めするっていう風な能力もあったりとかしますので、個人的にはですね、めちゃくちゃありな性能なのかなという風に思っています。スキル2に関してもですね、吸爆も私、メインでは使ったことないんですけど、この吸爆でダメージ、火力を上げることもできますし、敏捷値ですね。で、買っていれば回心率が上がると。これは、正直ですね。
まあ、弓将以外のキャラクターにはあまり生きてくることはないかなと思いますけど、まあ、弓将以外のキャラクターでも弁将士で勝っていればクリティカル出やすくなるっていうのはありかなというふうには個人的には思いました。まあ、ちょっとですね、私取るには取るんですけど、ちょっと一回冷静になってですね、まあさすがにですね、明日取った方がいいかなというふうに思いましたので、明日ですね、スサノオ自体は取ろうかなというふうに思います。まあめちゃくちゃ強いキャラクターだと私自身は思っていて、まあ取るっていうことに嘘はないんですけど、ちょっと取る時期をですね今から取ろうと思っていたんですけど、ちょっと残りのですね、もろもろの数をですね見て、さすがに今日取るのはいくらなんでは無謀だなというふうに思いましたので、明日取らせていただこうかなというふうに思いますので、皆さんですね楽しみにしていただけると嬉しいです。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。